全キャラ1分解説ヨイミヤ編。ヨイミヤは炎元素の弓キャラで、主な役割はアタッカー。元素スキルで自身の通常攻撃を炎元素に変化させることができる通常攻撃が主体の中距離アタッカーです。元素スキルの継続時間は10秒、クールタイムは18秒となっています。元素爆発は敵に印をつける追撃系能力ですが、使う機会は少ないですね。ベネットやユクアキ、ウンキンといった優秀な星4キャラと特に相性が良く、無課金美課金の人でも強いパーティーを組みやすいのは長所の一つ。生物は基本的にシメ縄4セット一択。武器は飛来の名言や弱水、天空の弓、他にも急増、弾球とも相性が良く、アタッカーの中でも武器の選択肢が多い方ですね。攻撃が単体特化という弱点はあるものの、射程も長くスタミナ管理も楽で使いやすいキャラなので、新しい伝説任務でヨイミヤに惹かれた人はぜひ一度お試しで使ってみてください。それでは。